始まりました。ワンビリ MC のガリレコードチャンネルです。お願いします。お願いします。はい、そしてせーの、どうもスカイピースゲイ、よろしくお願いします。すごい迫力だったね、うん、あれ見えてないと思いますけど、今ひび割れてますからね。あはははは、なんか割れてますね。はい、ということで、あの前回に引き続きまして、はい、アンバサダーのスカイピースさん来ていただきます。おー、じゃあ、第2回第2回、まだまだちょっとお二人のこと知れてないので、うん、はい、そうね、でね、今回もちょっといろいろ聞いていけたらなと。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。仲良くなりたい、仲良くなりたい、仲良くなりたい、仲良くなりたい。まだ、まだコッパ、コッパとか。でも、お二人じゃない、お二人はおいくつなんですか。自分が今年24の代ですね。おぉ、自分が去年23ですね。うわぁ、いや、同じ意味それ同じ意味わかんない、要は今年わかんない、わかんない、わかんない、ツッコミないっすか。違う、僕だけ。じゃあ僕らもね、3年前24なんで。そうだ、3年前24。27だな。27だな。自分たちの始まりはですね、はい、学校とかも全然違って、はい、自分が東京で、はい、ジョンが千葉と、うん、なんか全然違うんですよ。でも、なんで知られたかっていうと、うん、SNS 上で、今の気なかったので、なんか共通の知り合いがいて、宮川くんって言うんですけど、うん、その子が、お互いに声をかけて、3人で動画撮ろうよってなって、そこで初めてここで会ったんですよ。で、その時に意気投合して、じゃあちょっと一緒に頑張っていこうかって言って、会ってどれくらいで済んだんだっけ。一緒に会って済んだの半年経ってないぐらい。早っ。即デビューよりすごいかもしれない。そう、東京同じくらい、即合成してるからね、みんなね。同居だ、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 同居だ。何でこう集まったというか、もう俺らは芸人養成所の同期ですよね、僕ら。自分たちも社会人経験してないんで、うん、まあ、自分は一応大工を2年ぐらい、まあ、高校卒業して1、2年大工をして、で辞めてこっちの世界に来たんですけど、同期とかはいないんですよね、自分たちは。YouTube そういうところの同期ってあんま分かんないですもんね。YouTube って多分始めた時かって感じなんですか。一応事務所の中では、うん、こう入ったタイミングで同期みたいな。何年目ぐらいなんですか。今スカイピース組んで4年目になる。じゃあもう僕らと同期っていう感じでいいんですかね。いや全然違うよ。そうだっけ。芸歴で言うと8年目で、YouTube やってもう 1、2年目とかだから、それを切ってやると4年目。どういう計算。なんとなく打ち消しだって。打ち消しだって。俺ら8年目だけど何もしてない時期5年ぐらい。まあある。3、4年目だから。お米食いますもんね。食います。わー、好き好き。共通点、共通点。好きな人とかいいの。もう今どういうチャンネル。もう同期飛び越して同級生だから。好きな人おじさんみたいな。歌を歌おうと思ったきっかけだよ。確かに。もともと自分がですね、別の動画サイトでずっと一人で動画上げてたんですよ。一緒にスカイピースやるってなって YouTube 始めた時に、うん、テオ君もちょうど歌が大好きで、うん、その時なんか歌を録音とかそういうのはしたことなかった。そうなって、でなんかそれで一緒にやろうよっていう風にやって、まあ、自分がそのミックスとかの知識があるんで、うん、一緒に曲作ろうってなったら、もうそれが結構人気になって、どんどんと出して、いいなーって気づいたらメジャーデビューさせてる。いやすごいよ本当に。メジャーデビューしたタイミングでやっぱ今までやってきたこととやっぱ変わ違いました。環境がというかガラッと変わった。ああ確かにね。うん、まあでも確かにずっと家でレコーディングしたんですよ。うん、曲を、うん、でもなんかそれがめちゃくちゃいかついスタジオになったりとか。すごいみたいな。これマイクいくらですか？数百万。うわあ。ゲーム。9,800円だぞ。うん、リアルね。まあ家だとそんぐらいになりますよね。そうそうそう。変わりましたけど、まあ、機材更新とかは意外に変わんないですね。だからやってきたことがそのままじゃあ、はい、そうですね。貫けばそのままやっぱ絶対最初始めたものがね、うん、持っていったりとか、いい話ですね。まあでもやっぱりこう街中で自分たちに歌った曲とか流れてくる。うん、あ、それいいな。それ
間審査、うん、歌声だけでのアピール、自分たちだったらどうしますか。おー、歌声で自分が結構歌うときに、うん、意識してるのがすごい感情を入れるっていうのを意識してて、なんか音程とかビブラートとかも大事なんですけど、どうしたらこう聴いてる人がその自分の感情を聞き取ってくれるかっていうのはもう声に乗せるしかないんで、確かになんか声を震わせてみたり強く出してみたりっていう感情を乗せるのが自分の中で大事かなと思います。やっぱ伝わる瞬間ってそうだもんね。だから太郎ちゃんが一回なんか組体操を一緒にしようみたいな時に誰も太郎ちゃんのことを支えない時間みたいになったそしたら太郎ちゃんが本当に全身震わせながら誰か支えてそういうことだ。あの瞬間がもうめちゃくちゃ好感だでもそのいろんなこうシャープをさ1で8回ぐらいやってると俺ら言ったんですけど、うん、そのいろんな人に話聞いた時もそれ言ってたもん、うんうん、そうやっぱり自分の差じゃない。確かにそうですよね。特にこれなんてもう顔写真とかも一切ないです。そうだまだ見た目もいいですよね、うん、本当に。だからもしかしたら候補者が出て十何人に絞りましたって言ったビジュアルが全員太ってる可能性もある。いやいやそれ見た目で見た目 MC に寄ってくるっていう誰かが見たいなってなる瞬間どうだったんですか。そのメジャーデビュー決定ってなって実感なかったよね。なんかそのメジャーデビューする前からライブとかはしてたんで、うん、ステージで歌うみたいのはしてたんで、うんうん、特に変わんなかったですね。ちょっとやっぱりうわっびっくりって思ったのはびっくりって思ったのはカラオケで自分たちの歌いいなこのメジャーデビューしてるってまさにだそれすごいな。スカって言ったら出てくるスカで歌ってるそうもしかしてみたいな。うわそれすげえうわみたいな。野外ライブしたんですよ。ああ。控え室がカラオケで、はい、カラオケで控え室だったんですけど、うん、声出してそのモディで歌う曲をカラオケで練習できるって入ってるからね。めっちゃいいね。そうかカラオケで熱唱してからこうしてめっちゃいい。スタジオ入んなくていいんですよ。だからカラオケでいいんだ。カラオケでいいんだ。なるほど。視聴者の皆さんが選ぶっていう風になるんですけど、その時のこう自己プロデュースをどうしたらいいとか何かありますか。自己プロデュースやっぱさっきも言ったんですけど本気でやるうんうん、っていう意思がどう伝えられるかっていうのをよく考えてやらないと、うん、なんか本気だって自分が思ったでも伝えるのってすごい大変で、そこにこうどんだけ本気かっていうアピールができるかっていうのが、うん、大事かなと思います。うん、ぼちぼちね、もうお時間ですから、はい、早い早い早い、ね、いや、お疲れ様でした。いやだまだ 5% ぐらいって言ってたんですけど、うん、その今日2回目やってみて何パーセントぐらいで仲良くなったのかな。17です。いやーうわーやった。いやいや多いのかな。まだ来てほしいね、ほんとに。はいはい、いや、ちょっと来てくれるぞ。来てほしいね。知らない。だからいつも来ていいからね。いつも来ていいからね。アンバサダーだから待ってるよ。そうですよ。はい、で、もう次回も楽しみですけども、次回も来週金曜日、土曜日にぜひ見てください。よろしくお願いします。はい、では高井さんお願いします。おせーの、この動画がいいと思うかな。違う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 、それそれ2020年の方じゃなかった。そっちですね。そっちですね。まあチャンネル登録も大体こっちチャンネル以外もやっとこ、それもやっとこ。じゃあなんか作りたいけどやりたいなって思いはね。だったらなんか確かに。じゃあ近いのこれビデオはって言う試しにやってみる。大丈夫、一回。次回のワンビリはやだー、雨降ってきちゃったみたい。声が枯れて、やっぱりあいつが犯人だったのかな。タカちゃん、タカちゃん、 Z もどうした。来週もまた見てください。一番のおじさまにしきましょう。感情で情報がだけでも、なんか伝えられるのが結構あると思うんですよ。現にその夢に取り組んでる人、まっすぐ先を見てる人、愚直にただ自分が出せる限りっていうか、歌を使って今後自分がどうなりたいかみたいな、自分が絶対一番デビューする気持ちが強いんだぐらいの、はい、気持ちを持ってた。世界は君を知る。